さて、これから床で演技を行いますのは東ドイツのホグトであります。ヨーロッパ選手権でも第9位に入っている選手であります。この床を得意としております。ディスコ調のなかなか現代風な音楽に乗っての演技です。最初の見せ技3回転、はい、これは決まりました。ヨーロッパ東欧圏の選手というのは個性があって見栄えがいいですね。すごくね。そうですね。この音楽の選択もいいですね。いいですね、はい、一連のシリーズもまあ綺麗にまとめました。きちっとまとめました。コミカルな演技になります、はい、最後の見せ技になります。これは2回です。やはりゲームさん、この場内の観衆の手拍子を自然にこう頂戴するようなものでなければ点は出てこないのかもしれませんね。そうですね、はい、笛で始まって笛で渡った感じでしたね。そうですね、はい、何か道路を人を断し終わったような感じの演技でございますが、これは第2節目ですかね。そうですね、前方中外、そうですね、一連のシリーズですね、はい、これは側転跳びから後転跳び1回転ですね。その向こうで途中でソビエトの選手が最初の演技をして大拍手が沸き上がりました、はい、今の得点は 9.50 取れました。東ドイツのまずホグトの床は9.50 でスタートしております。さてこちらはエベルレですね、エベルレですね、はい、これから1回目です。ルーマニアのエベルレが跳馬1回目を行います。塚原の新人を飛ぶようですね。ちょっと足が開いた感じがありますが、はい、足は深いと出ました。ひねりももう完全にはいかなかったですね、はい、ちょっとずれてました。蹴りがうまく入りませんでしたね。そうですか、はい、助走のスピードは非常に良かったんですが、ノイターワンの後ろの方踏んだんじゃないでしょうか。あ、そうですか、はい、これはきちっと決まってますね。伸身って言いますかね、はい、最初は伸身だったんですが、あと回りきらずに屈伸に引っ張ってきましたね。 9.25 という得点です。やはり、本来の満足な得点ではありません。さてこれから2回目、2回飛んでいい方が点になります。どちらどんな飛び方をしてもいいんです。同じ飛び方をするようです。かつては駒根氏とともにルーマニアを背負って立ったエベルズですが、この大会はもういわゆるトップバッターですもんね、はい、立場がだいぶ変わってきました。この大会はちょっと不審です。エベルレ2回目、何かどこか体の故障があるような感じの演技をしてます ね、全体的に、はい、私たちももうエベルレ、あ、ちょっと足を引きずってますね、やっぱり、はい、あ、さて、こちらは変わりました。ソビエトです。167番が見えておりますが、ビチェロワでやります。あ、車輪でちょっと体が反りましたが、小さいですが大きな演技を見せます。
そうです。でも一番小柄な選手じゃないでしょうか。そうですね、15歳です。モスクワ生まれの中学生で、まあ、私たちがあの地元の放送局の方からいろいろ情報をお話を伺ったら、はい、イチローがずっとチャンピオンになってるとような話をちょっと聞きましたですがね、はい、その演技です。本店倒立ですね、はい、から車輪に持ち込みました。これちょっとグラッときましたけどね、はい、この後にすぐ折り技なんで、ちょっと確認したんですね。そうですか、はい、なるほど。まだ幼さが残ってますね15歳ですもんね、はい、世界選手権はその年いっぱいに、まあ、14歳以上にならないと出られないわけですよね。はい、そうです、先ほどのエベルヌ選手の跳馬ですが、2回目 9.20 ということで、結局エベルヌの跳馬は 9.25 が彼女の得点になりました。今 9.85 が出ました。ソビエトのビチェロは 9.85 という高い得点です。さてこちらの方は東ドイツのグラウクのこれから床の演技が始まります。なお先ほどのバエンコーは 9.7 でした。はい、やりませんね。やりませんね。足首ですね、はい、どうも足首を壊してるようですね。あ、やめましたね。やめました、はい、これは思わぬアクシデントがありました。東ドイツの優勝候補の一人と言われておりましたマクシー・グラウク選手が団体の自由で床の演技を途中でやめてしまいました。どうしたんでしょうね。左足ですね。蹴った瞬間ですからね、ちょっと見てみましょうかね。切れてはいないんですけどね、歩いてますから。前から後転倒してこれもうやめました、ね、やめましたもんね。蹴った瞬間に本人が分かったでしょうね。あ、なんて言いますかね、本人自身に嫌な音がしたんじゃないですか。これはしかし思わぬ出来事がありましたね、はい。